はい、こんにちは、中島です。ですね、本日は商品紹介の方をしたいと思います。目の前にも出しております。今回紹介する商品はマイクロソフトの、Xbox 360 の、コントローラーになります。で、なぜこれを買ったかっていうと、今は PC でちょっとゲームをするのにハマってしまいまして、で、僕レースゲームとかをよくやるので、FPS も好きでよくやるんですが、FPS はマウスでやれば済むんですけど、レースになると、細かい入力をしたいんですね。ハンドルを切る。で、そんな時にコントローラーがあったらいいなと思って、今回これを購入しました。で、僕、PS3 とか PS ユーザーなので、Xbox のコントローラーを買うのが初めてですね。それでは早速開けてみたいと思います。はい、内容物は以上です。まず取扱説明書、ドライバー、そしてこれが本体になります。はい、それでは接近して見ていくことにしましょう。もう僕ずっと PS ユーザーだったので、ちょっとボタンの名称がわからないんですが、まずどうしようかな。ここも X というマーク、ロゴのところが Xbox ガイドボタンというボタンになってますね。スタートボタンとバックボタン、セレクトではないんですね。バックボタンという名前になってます。で、左トリガーと右トリガーがあります。これトリガーなので、これで多分アクセルとかブレーキの調節ができそうで、ちょっとテンション上がっております。はい。で、 LB RB って呼ぶみたいですね。ここがライトボタン、リフトボタンってことですかね。で、左スティック、右スティックで、これがまた特殊ですよね。このスティック、普段多分 PS ユーザーの方はここでスティックをいじるんですけど、これずれてるんですよね。これの方が FPS とかやる方はこっちの方がいいっていう方も多いですよね。これまだ僕、この使い勝手がまだ、むしろちょっと違和感を感じるので、慣れるまで時間かかるかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。これすごい面白いですよね。で、方向パッド ABXY とボタンがついております。で、この下、ここが、拡張端子、なんか拡張できるんですかね。ここで追加して拡張することができるみたいです。はい。で、これがこのコントローラーっていうか、 Xbox さんのコントローラーの一番面白いところというか、初めて知ったんですけど、これクイックリリースコネクターと呼ばれるものらしくて、で、これ何なのかっていうと、ケーブルが引っ張られた時に Xbox 360 とか PC の落下を防ぐものみたいですね。これコントローラーで、多分あれですよね、 Xbox って海外ユーザーの方の使用率がものすごい高いですよね。で、こんなこと言っちゃ失礼かもしれないんですけど、海外のゲーマーさんたちはもう本当にゲームの楽しさを体で表現するので、つい熱が入ってこうブンって引っ張っちゃうことがあるんですかね。こういうものを見たの初めてです。で、こっちが PC とかXbox に刺さるわけですよね。で、コントローラーが引っ張られた時にここが抜けるんですよ。多分こっちより、この USB よりこっちのこのクイックリリースの方が多分外れやすくなってると思うんですよね。で、ここがスポンと抜けて Xbox とかが落下しないように考慮されてコントローラーが作られてるのはすごいと思います。これはびっくりしました。はい、いかがでしたでしょうか。こんなもんですかね。紹介するところはほとんどないので、実際使って楽しもうと思います。ただ、このクイックリリースとか、ちょっと今まで触ったことないハードのコントローラーだったので、かなり新鮮味のあるコントローラーでした。で、お値段も、これ Xbox 360 でも PC でも使えるんですけど、値段が3000円しなかったんですよ。これも良心的ですよね。僕 PS ユーザーってさっきから言ってますけど、 PSP じゃないや、PS3 とかのデュアルショックのコントローラーってもうソフトが1本買えちゃうぐらいの値段なんですよ。なので、
これ3000円台で買えるっていうのはすごいいいと思います。コントローラーで壊れちゃってわざわざすごい高いお金出すのって結構しんどいんですよね。なのでかなり良心的なお値段だと思いました。はい、今回はマイクロソフトの Xbox360 コントローラー、Windows でも360でも使えるコントローラーを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。